<Ready? S 2> 雑談です。ファンシーです。はラセンというわけで始まりました「ハラセンラジオ」陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速いきましょうか。見ましたですわルートオブ・ オッドタクシーの2話目これはテレ東の深夜火曜日深夜24時30分からやっておる川合ゆみさんの出ているまあオットタクシーのスピンオフドラマというか漫画があるんですけどそれをドラマになっていてえこれが本当にまあオトタクシー好きだったら是非って感じなんでどんな内容だったのかあらすじ読んでいきたいと思います。 イブスキが探している女子高生の名前が陸上部の後輩と同じ三谷由紀だと気づいたレナ。 売り出し中のアイドルグループの仮面メンバーが自分の知る三ツ矢か確かめるべくレナはイベント会場に赴くという内容でしたけどもまあこの高校時代陸上部で仲良かった 3, 3人組というかね一人は同級生で一人はその後輩でえーだったんですけどその三ツ矢ゆきさんっていうのが自分はその。 捜査をさせてとというかか探偵というかね捜査をさせてもらってない、うん、大きな事件というかね気になっている事件のおなんと同姓同名だとでもしかして自分のあの後輩なんじゃないかっつってその、えー、ミルティーキッスのライブに行って話を聞きに行くとどうもなんかまあ仮面のつけたアイドルグループなんで。 ししっかりした顔は分かんないんですけどもなんかこう自分のこと知らない感じだったんでまあ当てが外れたなみたいなところでうんーで帰ってくる途中にまたこのね 相棒の佐藤がこれがまた運がいいもんだからなんて路上生活者といいますかそいつに目をつけてねちょっと情報を聞き出しているところいろいろ金をせびりつつ情報を出してくるんですがそこでこれ売ったら金になるかなっつって。 見せたそのスマホがなんとスマホにその当時高校の時にねうんカバンにつけてたあのファンシーグッズと言いますかキーホルダーピンク色のちっちゃいぬいぐるみみたいなキーホルダーをあの可愛くないのなんでつけてるんですかって三谷由紀に聞かれた時にあの可愛くないから盗まれないようにつけてると。 じゃあ,あの卒業したらくださいよって言ってて渡したものがなんとその携帯についてたからまあこの行方不明になってる三谷由紀っていうのは実際その後輩の子なんだろうということでん独自にねというかねまあ勝手に捜査を進めている中っていうところまでだったんですが僕はあの本当に夫たーこれどういう話だ結構複雑な話だったんでねあんまり覚えてないんですが。 あの落語家の師匠ねえどんらくさんの娘が三谷由紀さんで,でこれが捜索願い出されてたんですがえっと取り下げられちゃったということでもう操作しなくていいと指宿の方からも言われて釘を刺されているんですがさすがにやっぱり。 やっぱりこれは気になるぞというところで操作を進めているとというところで今後どうなっていくのかというかまた出てきました消しゴムねでどんらく消しゴムってあのアニメの方でもありましたけどもその話も出てます10万円でねあれ誰が買ってましたあのユーチューバーのあ,あいつじゃなかったかな違った樺沢樺沢があれ誰が持ってたっけ最後はねアニメの方は 小戸川が持ってたんだ川は最後車にボチャーンってあの車にボチャーンってあの海にボチャーンつってタクシーごとね落ちていってブクブクブクっつって気がついたらという最後だったような記憶もう一回見なくちゃ分かんない本ほんともう忘れてるうんなんで今後ねこのお たどういうふうにたどり着くのかというのと、あとやっぱドーブね、ドーブ。三浦くんが本当にいい、かっこいい、ね、役をやっておりますが、今後どうなっていくのかというか、どんな話だったのか、全く思い出せないというか <laughs>、本当に忘れてるな <laughs>。なんで、まあ、本編、をねあのー、オットダクシを見ていても、違う角度からこう、 攻められているんでどうなっていくのか、本当に楽しみなドラマ、ルート、オブ、オットタクシーね、是非見逃し配信不明、これはあネットフリックスでも見れますし、また絵作りがかっこいいんでね、これはやっぱりまとめて30分で短いし、まとめてガツンと見たいなまあ、あのアニメ版もね、あれ何話ありましたっけ ?24 話ぐらいありました。結構長かったんですけど、本当に。 まだ次はまだか次はまだかというような感じで本当にえん何て言うんですかこう謎が謎を呼ぶというかねあのあの謎がここに繋がってきてこうなって最後はこんなどんでん返しかみたいなアニメだったの是ぜひドラマの方も最後のどんでん返しこれ最後どうなんだアニメ版はあれだったからねうわすごいってなったんですけどこれドラマは実写でやってるでしょで逆に ラストアニメなんじゃないのかな、ね、動物になってアニメになっちゃうのかなとか思いながらどういう最後を迎えるのか楽しみなドラマ、えー、ルート・オブ・オット・タクシーぜひ見逃し配信を含めてご覧になってください。あと、オット・タクシーも見直したいと思います。えー、あと、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。